問題。じゃじゃん。松本城の別名は何でしょう。ピボーン、ピボーン、ピボーン、徳姫。カラス城。ブブー。え？はい、皆さんごきげんよう。はい、というわけでやってまいりました戦国寺子屋のコーナーでございまする。あ、久しぶりの、でも、まあ、今じゃの、はい、というわけでな、そうじゃ、というわけで松本城のな別名別称は、うん、カラス城ではないというお話をなしてまいろうと思いまする。そう、これな最近結構なテレビ番組とかな、うん、クイズ番組とかでもな、そうじゃな、こう取材されて、うん、松本城の別名はカラス城正解みたいになってしまうのでな、これはちょっとなんとかな、なんとかせればならんということでな、うんうんうん、我ら使命的にかられてな、うん、まあ、別の動画でもな、うん、ご紹介したんだけども、うん、というわけで、はい、松本城の別名、うん、まあ、カラス城としてな伝わってしまっておるのですけどもな、うんうん、あのこれはちょっと間違いでございますが、歴史上そのようにな言われていたことは一度もなくてですな、うん、まあ、今はな別名と言われているのが、うん、ピンポンピンポン、はい、はい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 、ふかし城。はい、正解。ずっとそれが言いたかったんで、そうじゃ、そうじゃ、本当に間違ったみたいになっちゃうと嫌だ。そうじゃ、そうじゃ、違う、当然な、当然知ってる。そう、ふかし城というのが松本城の前の名前、松本城に変えたのは私の父上小笠原定義なのですが、その前の名前がふかし城という名前だったかな。そうじゃ、それを松本に変えて松本城と地位をな、そうなったのでございますけどもな、なぜこのような噂が広まってしまったのかと言いますとな、まあこれ昭和の時代にな、なんかこう観光ブームとかがござったようでな、みんないろんなところに手塚物って大畑塚物でこう行ったんだよな、うんうんうん、でな、白崎城ってみんなわかるか。はいはい、どこか、はい、どこじゃ、はい、姫路城に来ています。真っ白ななこう白鷺のような形とこう色で似てるな、白鷺城という城というのは相性が、相性じゃない、別称か、別称があるのかな、そう、姫路城なのでございますがな、その姫路城に対して同じ国宝の松本城のことをカラス城ですよってな、あのなんかどっかガイドさんかな、なんかツアーガイドさんとかが言ってしまったのがバーッと広まってしまったというな噂でございましてな、そうなのでございます。なので地元の者は誰もカラス城というかな言ったことがなかったんだよね。それもなんかそういうことで急に広まってしまったということでな、黒いからなカラス城みたいな感じになってしまった。なのでまあ昭和から言われ出したようでございますので、まあ歴史上言われてなかったけどな、まあ愛称としてカラス城でもいいんじゃないかと思う、そう言われておるんだけどもな、これはちょっとまずいというのはなぜかと言いますとな、実はこうカラス、カラスという字な、カラスってわかるかな、鳥っていう字のこの横棒が一本ないですな、はい、そう、そのカラス城と書いて、はい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 、早い早い、ちょっと早い、はいはい、宇城とな、そう読むな、うんうん、別称を持つな城があるのでございます、はい、それがどこかと申しますと、はいはい、早い、はい、岡山城にございます、はい、岡山城なのでございます。そう、岡山城がな、カラス城と書いて宇城と読むのでな、これごっちゃになってしまうではないか、松本城もカラスな、岡山城もカラスとまずいということでな、そう、ウーロン茶のウだな、うん、そうじゃな、宇城、そう、なので宇城、そう、で我らはなこれもともと歴史上言われてなかったのでな、あまりこう岡山との関係も悪くなりたくないしな、岡山城はな、で岡山城な実際見てみるとな、どっかこれに写真出しておくけどな、真っ黒なんじゃ本当にな、真っ黒な、まあ再建にはなってしまっておりますけどね、な真っ黒い城でな、松本城それに比べるとな、そこまでカラスほど黒くはなくてな、白い部分もな、そう、3分の1ぐらい上が白、夜とかライトアップなどされると割と白い城になって、漆喰の壁に下見たら黒くなってるので、そうそう、白いとこもな結構あるんだけどな、あの岡山城本当なすごいぞ、カラス城というだけあってな、まあ、黒い、もうあ黒っと思うな印象なのでな、そうじゃな、そうそうそう、なのでこうごっちゃになってしまわないようにということとな、で実はなその松本城月見櫓が綺麗なことで有名ではないか、はい、作った人は、はい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 、誰だ、はい、松平直政、わらわのいとこにございます、はい、はい、月見櫓をな作ったのは松平直政殿でございますけどな、この月見櫓がな実はこの日本中のお城を探してみるとな2カ所しかないみたいですな、うん、そう天守にな、うん、でこう天守にこう月見櫓がついてるというのはな、こう松本城だけなのですけどもな、うん、もう1カ所な、うん、ある城があるのでございます、うんうん、それがあるのが岡山城にございまする早い早いじゃそう岡山城にもな、そう月見櫓があってな、こう2個しかない月見櫓がこう一緒にあるのでな、うん、仲良くやっていきたいのでございます、うん、どうなのでございます、なのでな我らはこうカラス城とは言わずにな、そう、ふかし城、松本城、うん、あとな、もう一個実はな、相性が、別称がな、ございまして、うん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 、9代城主から14代城主にな、うんうん、ま、水野氏というな、
うん、水野氏がおりましてな、はい、そう、その水野氏がいた頃に呼ばれていたと言われていた、そう、はい、資料が残っておるのでございまして、はい、何かと言いますと、蛇行城にございます、ね。そう、蛇行城、蛇鳥のな、こう、湖と書いてな、蛇行城というな、うん、そうそう、名前があるのでございます。そうやって呼ばれていた時代は、どうやらか、まあ、我らのいた頃はそんなに呼び名はなかった。松本城じゃな、別名の話。そう、どこの城にもな別名ってあって面白いね、結構な。あ、そうじゃな、熊本とか銀南城とかな。そうそうそう、ただそう、熊本城もな、松本城とよく似てるではないか、うん、だけど、まあ、唐津城とは言わんではないかな、うん、そう、だから、その字ぐらい黒い城って結構実はないっぱいあるんだけど、うん、そう、なので、できればこう、広めるんであれば、正しい方を広めたいなということで、うん、そう、で、また岡山城とも仲良くやっていきたいなということでな、そう、というわけで、これ豆知識としてな、ぜひな、覚えておいてくださればな、うんうん、そう、誰か言ってる方がいたらな、こう注意してダメだ、なんかこう、なバチバチになってしまうからね、唐津城って言ってる人みたいなのあんまり違うんですよとか言うと、ちょっと大変なことだなと、あんまり言わなくてもいいんだからな、ちょっと豆知識としてな、覚えておいたりな、友達とかに話すとな、なかなか面白いと思うんだよな、こういうのの、そう、おー、通販お前みたいな話になるかもしれない。そうそうそう、やっていくと面白いと思うんだよな、ぜひこの辺覚えておいてくださりませ。身近な方にもな、ぜひお伝えくだされば幸いでございます。はい、そう、ホームページもな、松本城のホームページ実はトップページにも載っておるような唐津城ではございませんよ、うん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 、まあまだそれでも広まってしまっておるな、そう、うん、なっておりますのでな、今後ともな、その辺よろしくお願いいたしまする、はい、というわけで戦国寺子屋にございました。またこういったことやっていこうと思いますのでな、うん、ただな、今編集中のものとかな、ございますので、どんどんやっていこうと思いまする、うん、はい、それではまた、ごきげんよう、うん、徳姫チューブご覧いただきありがとうございまする。ありがとうございまする。高評価ボタンよろしゅうに。チャンネル登録はこちらから、その他の動画こちらから、チャンネル登録よろしゅうに。